どうも、コスケ屋でございます。さて、今日の、動画はエイジドモデルというかエイジングについてちょっとやってみようと思います。はい、てな感じで始まりました。ちょっと低浮上なんだけどね、お許しくださいませ。前回の動画もね、なんかそんな感じだったでしょ。1日で2本撮りなんでございます。まあ3本撮り4本撮りよくやるんだけど、まとめて撮ってあと黙って他の仕事してるみたいな感じなんだけどね。今日はね、ちょっとエイジングのことについてやってみようと思うんだけど、なんていうのかな、例えばですよ、ちょっと見苦しいものをお見せするかもしれないですけど、わかりやすいのが、よいしょ、ね、例えばこのデニム、ジーンズ、ね、履いてるうちにこういうとこにこうシワがこうね、履いててガッと余ったとこ開くとこう入りますね、こう線が、股間を映してどうするんだって。でこういうところ、こういうのがこう可愛かったりするんですよ。でこう擦れているうちにここだけ色が薄くなるわけじゃん、こうやってね、ヒゲなんて呼んでたり、この膝の裏なんていうのはこうシワシワってなってるじゃん、曲がってるから。ここがこう蜂の巣の模様みたいになったりするんだよね、このシワシワな。だからそういうのがこうでしょ、かっこいいというかいいなって思ったりするわけです、僕らはね。で要はレザーアイテムっていうのもこうエイジングするわけですよ、使ってるとね。このシワだったりとか、当たりが出てて、そこが色が濃くなったりとか、ね、飴色にどんどん変化していったりとか、またはまた色が褪せて薄くなったりとか、そういったところで、こう、わびさびじゃないんだけど、かっこいいなって思えるところがあったりするんだよね。うん、それは皆さん、ご理解いただいてると思うんだけど、一方、なんて言うんでしょう、ダメージド加工されてるジーンズとか、初めからこうエイジング加工がされてるジーンズあるじゃん。古いのはだとストーンウォッシュなんて昔流行ったよね。またそういう親父の話になりますけども、やっぱり初めからこうね、履き古した感じに加工されてるジーンズって俺あんま好きじゃなくて、ほぼ買うことがないんでね。なんか自分でそこまで持ってこうよって、なんか人の履きじわだから、自分が履いた時にリアルに入る履きじわとこうずれてるのが嫌だっていうか、まあまあ変なとここだわる人なんで、だからなんだろう、偽物とまでは言えないと思うんだけど、せっかくその新品のピンピンのジーンズからだんだんそっちへ自分の色に染まっていくものを、その楽しみをまあ人にやってもらうっていうのはなっていう思ったりもするわけね。おかしいかな、その考え方は。うん、だからデニムなんかはオリジナルのワンウォッシュとか、一回洗っただけとかね、一回も洗ってない、水通してないやつとかね、とても縮んじゃったりとかして面倒くさかったりとかするんだけど、その面倒くさいのをね、履きたいですよ。うん、よいしょ。でもね、そのダメージ加工されているものが全てダメかっていうと、そんなことはなくて、それはそれで認めるべきだなとも思うわけ。なんかだってさ、まあ、俺がそういうのをあんまり買わないってだけで、なんていうのかな、ピンピンな皿のものってなんか履くの恥ずかしかったりしない？ちょっとこっぱずかしい感じがするっていうか、わざと汚してから履きたいみたいなね。あんまりピンピンの新品を身につけるのが、そういうのはおっさんだけなんだろうかね、わからんけど。
まあね、少なくとも僕はそんな風に思ってるわけ。なんか青臭いというか、なんというかね。だからこういうものも、このピンピンなね、こういうサラのやつを使い込んでこういう色にしていきたい。ありだよね。かっこいいでしょ。自分で言うのもなんですが、でもこうもっとこう汚れた感じっていうか、こう綺麗な飴色だけじゃないと思うんだよね。もっとムラがあってワイルドでっていう加工も、あの過去に何回かやってるんだよね。あのそれもそれで一つありなのかなと、自分で作るのにね、あの興味があって作ったんだけど、で最近ずっとやってなくって、まあまたね、結構この再入荷したら知らせてねっていうご希望の登録が結構増えてきたりもしてるのね。エイジドモデルみたいなんで、で過去にそういう加工をやって、あの要はうちにバターワックスって売ってますよ。あのサイトにまだいくつか、ちょこっとだけだけどまだ在庫あるんだけど、バターワックスをワックスで押し込むの、あワックスでアイロンで熱して押し込むの、うん、そんなので、あのいくつかやったのがあるんだけど、で当時その加工をして、加工してそのままほっぽっといて、どんな感じになるのかなって、もう結構置いてあるよ、もう結構置いてある、長いこと置いてある。さらにそれがだからし、加工したのと、わざと横汚れみたいにしたのと、でそれでずっと放置しておいて、こんな感じ。これはこれで、これはこれでありな感じっていうのかな、このムラ感というか、なんというか、まあ嫌いな人から見たらただの汚れですよね。でこの中に入り込んで固まったワックスとか、あの自然な感じにしたい。でこれはダメかな、これ熱加えすぎてバリバリっと、ちょっとね、あの表面のが硬くなっちゃって、これは多分もう商品としてアウトなんで、これはしないと思うんだけど、ね、こんなのがあったりします。熱は加えすぎるとね、皮パリパリになっちゃうんで、なんか なんて言うんでしょうね、あのトランク、古い革のトランクとかさ、昭和の時代からずっと倉庫の中でこうほこりかぶってたやつをパッパッとやってこう拭いてみたら出てきましたみたいな模様みたいな、うん、なんかそんなのを僕はイメージして、あこれならありかなと思ってたのをずっとほっぽといて、どんな風に変化するかなと思って、なんか馴染んでくるっていうかね、うん、そんな風に思いましたね。これはだからレーザーアイテムでこういう加工のものってあんま見ねえなって思うんですよ。ゼロではないし、過去にやったことがある人もいるでしょう、うん、でもね、一つの選択肢としてそのアイロンでね、アイロンでちょっとムラ感 を作りながらこうワックスを押し込むみたいなのはちょっと面白いかもなと思います、うん、やってみてもね。てな感じでここを削りますか。ちょっとうるさいけどね、という感じなので、こっから騒がしいので皆さんボリュームダウンね、ボリュームダウン、ちょこっとやったら止めます、騒がしいんで。まあこの動画過去にもやったことあるんだけど、まあまあこんな風なのだなっていうのはちょっと見てもらえたらななんて思います。よし、騒がしいよ。集塵機のスイッチを入れて、
だったんだ。なんちゅう動画だよこれは。よいしょ。よいしょ。ね。そんなに飛び散らない。ああ、こっちに飛び散った。集塵器をつけてやるとね、そんなに皮が舞ってしょうがないってことはない。ベルトさあ、ベルトがわーっと汚れるじゃん。で、汚れた後にこのベルトクリーナーでザーってやった時に汚れがわーっと一気に綺麗になるの、なんか気持ちよくないですか。あれね、快感なんですよ結構。で、ベルトさ、まだ買って一番最初に貼ったベルトを一度も交換してないんだよね。何度でもあのクリーナーをやると復活しちゃうっていうね、なんだこれって思ってますよ。こんなに繰り返して使えるのって思えてます。びっくらポンですよ、びっくらポン。よいしょ。すごいランニングコストすっごいかかんないですよ。俺もっとベルトがね、目詰まりして早くに交換するもんだと思ってたんだけど、だから予備のベルト結構いっぱい買ったんだよね。で、番手もいろいろ試したいからね、粗いのから細かいのまで結構買ったんだけど、最初にこれぐらいの番手がいいかなと思って、でセットしたのがドンピシャで、それから一回も交換してないっていうね。おお、あと何年使えるんだってぐらいありますよベルト。まあランニングコストって、まあベルトもいずれは寿命が来るんだろうけど、なかなかこうだんだん削っても、あのね、クリーナーかけても復活しないように、だんだん、いや、まあ相手が革ですからね、木材とか金属をゴリゴリやってるわけじゃないんで、いい加減持つでしょうね。まあいずれ使えなくなるんだろうけど、だんだんその性能が落ちていくんで、交換時期っていうのが見合いね、こう誤るというか、もっと早く交換すればよかったっていうような感じになるような気もするけどね。まあそんないっぱいあるんだったら、ある程度、まあ変えてみたけど全然前のやつと変わんねえじゃんって、新しいやつって思うんだったら前のやつをもう一回使えばいいだけだから。貧乏くさいようなこと言ってるでしょ。そういうランニングコストって大事ですよ、コスト管理ね。ね、こういう機械を導入して得られたマイナスの時間を考えると、いずれ
ね、元は取れるでしょう。そしてその導入費用はプラスに転じていくでしょうというね、設備って設備じゃないけど、まあでも設備か、ね、資金に余裕があるときに設備を整えておくっていうのが大事かもね。でこれから革職人になろうっていう方がいるんだったらね、他の収入源があるうちにこういうものはパシッと揃えておくと、いざ独立みたいな時に楽かもね。そう、他に収入源があるうちにそこそこのものは揃えておくのがいいんじゃないかな。って思います。そう、さっきちらっとお見せした僕のこのウォレットね、これが欲しいっていう方結構聞くんですよ。これ10個作るより手間かかるんでね、えどうしましょうっていうところで、でもたまにはやんないと忘れちゃいけねえなと思ってるんで。でもあれを作ると、おゴスケは手空きやがったなとうとうって言って、他のご注文がブンブン来てそれに返信するのも大変だしなと、変なところで恐れをなして私は尻込みしてますけどね。え、そんなって思うでしょ。ほんとね、でもね、見え張るわけじゃないんですけど、そんななんですよ。よいしょよいしょ、こんなもん、パチンパチンと、こんなもん、ほこりが映ってます。これ何も見えねえパターンか、見えねえパターンだな、これ俺の手で。これじゃダメじゃんね、ちょっと場所変えましょうか。よいしょ、場所変えましょうね。動画はね、本当にこう、なんだろう、いいポジションがないですよね。自分の見てる位置が一番いいんだけど、ここにカメラを挟ませんとすごい邪魔なのよ。今もこの様子をよいしょ、後ろから見せると分かると思うんだけど、このカメラの後ろをグッと迂回してこうこの弾み車を回してるんだけど、本当にいい位置ないな。もっとこっち来ればいいのか。そうするとよいしょ、こんな感じ。これじゃ見えんな。よっ、いっかってことはねえか。なんかね、いい位置がないですよね。この足の動きとか見てて面白いんで、こっちに行こう。よいしょ。よいしょ。どうだ？ここでどうだ？ここでどうだ？でもな、今度俺がここ手入れづらいもんな。もうちょいこっちからならどうだ？これでどうだい？邪魔？邪魔だよね。よいしょ。
いや、ダメだ。はい、てな感じで、なんだかこう気が乗らないときはギターでも弾いて遊びましょうかね。はい、てな感じで今回の動画、ごめんなさい、終わります。じゃあね、バイバイ。